1年目の長嶋茂雄の成績わら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 。ベースを踏まないヤホ。ベース踏み忘れ単語。半端ないなわら。ベース踏み忘れトリプルスリー未遂おじさん。ミスターって足も速かったんかびっくりや。当時プロより人気だった大学野球のスターでプロ野球人気の火付け役やな。バカ、長嶋は知名度だけで記録はかす。これはミスタープロ野球。何回から強奪した読売を許すな。立教大卒のプロ野球選手といえば世間長嶋茂雄にチャンネルただの和人。しかしプロ野球より大学野球のが人気あったってのが信じられんよな。テレビで放送とかしてたんやろか。ラジオやで戦前の小説ではクラジオで大学野球聞いてる描写出てくるで。人気実力ともにこれ以上のやつなんて現れるんか。割とマジで無理やと思う。いろいろなものを兼ね備えすぎ。長嶋は投球直前にキャッチャーの構えた位置をちらっと見るのが得意だったからな。これも技術のうちだ。プロ通算で3割超えてるんだっけ。通算も3割5厘やな。この時なんじゃやったらすごかっただろうな。アンチ巨人でも世業は別とかやったらしいからな。ようわからんわ。この人のキャラを超えるプロ野球選手は現れるのか。野村のささやき戦術の話す気。王は会話してもすぐ打球に集中するが、長嶋はそもそも会話にならないみたいなやつ。長嶋は会話しながら打つやろ。高校通算1本塁打、大学通算8本塁打でプロ1年目に29本打つ凄さ。しかもベース踏み忘れで30本を逃すというオチもしっかりしている。ガチで戦後の日本史に出るレベルの偉人だよな。生で見たかったわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。